人差し指の先端を2つ当てていただいて上下に引き出します。どうもなかです。今回は小鼻を小さくする方法をお伝えしたいと思います。3ステップで1分ずつやりますので、たったの3分でできますので、ぜひやってみてください。で、僕と2人でやりますので、見よう見まねでいいので、ぜひね、真似してやっていただけるとすごい効果出ますので、やってみてください。じゃあステップ1は、中指の、ね、先端を小鼻の横に当てていただいて、ピタッとこんな感じで上下に揺らします。ポイントはしっかり押し当ててから、まあ、力任せというよりはゆっくりピタッと当てて、押し当てたところをこう上下に、ね、揺らします。で、結構ね、これがピタッとはまっていると、これだけでもね、小鼻ちっちゃくなってくるので、僕は長指でやってるんですけど、人差し指の方がやりやすい人は人差し指でどっちがいいですか？あー、でも人差し指の方がやりやすい。これね、不思議なんだけど、女の子人差し指の方がやりやすい、ね、なんかフィットします、はい、フィットする。はい、じゃあステップ2は親指ですね。親指の腹で小鼻をこう潰す感じで、根元から鼻先に向かってこう潰していきます。はい、痛いよね、結構これ。痛いですね。僕いつもやってるんで、全然痛気持ちいいぐらいだったけど、初めての人痛いってことですね、じゃあ。はい、初めての人は痛いかもしれない、うん、こう潰していきます。なので、まあ硬い人はね、痛いよ。僕はあんまり硬くないので、小鼻をね、こう潰していくっていうか、柔らかくするイメージで。音とかは別にしない、ない、ね、なので潰すイメージでやっていただけるといいと思います。はい、潰して潰して、コリを取って、コリを取って、はい。じゃあ今度3つ目は、こうつまんでね、中指と親指つまんで10回前に出します。前に出しまして、最後10秒キープで、ぐーっと引っ張ります。一回また前に出していただいて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で10秒間キープします。なるべく引っ張って遠くに。で、この引っ張るときに、なんか自分がどっちの向きで鼻伸ばしたいかで、引っ張る方向をちょっと変えていただけるというか、でちょっと豚っ腹の人はちょっと下げ気味で引っ張るし、足っ腹の人はちょっと上向きで引っ張っていただけるといいです。はい、OK です。どうでしょう、これ。あ、めっちゃ右膨らんでるけど、左はへこんでるね。本当だ、これちっちゃくなってるね。左だけちっちゃくなって引っ張り出したんですけど、まあ後からね、皆さんね、反対側もね、やっていただけるといいと思います。効果めっちゃありましたね。めっちゃちっちゃくなってる。この動画が良かったなと思うあなたは、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。エイジングハックのセルフケアは裏切らない。